いよいよ通常国会が始まりました。だいたい金曜日の夜は国会議員は地元に帰ってるのが大半なんですが、今日は実は補正予算の採決のための衆議院本会議が間もなく始まります。ですから衆議院には全部国会にいますから、今日は思いっきり大きな声でこの声を聞けということをこの国会にご一緒にぶつけようではありませんか。これまで11兆円だと政府は言ってたのに21兆5千億だと言って、これを株式や 株主や資金を有してきた大銀行の責任を問わないままに国民に税金や電気料金で押し付けようとしている、とんでもない話であります。しかも事故原因の究明ができてないだけじゃありません。あの原発の中福島第一が一体どうなってるのか、核燃料が溶けてどうなってるのか、これもわからないような状況なんです。ですから今後この費用がもっと膨れ上がるということを否定できるのかと代表質問で問いますと、安倍総理は現時点の情報で示したけども増えることは想定していないと、こういうふうに言いました。想定していない、また出ましたね。関西電力はこの前の高浜3号4号の時も2回再稼働の準備で事故を起こしました。今回クレーンが倒れました。必ずまた失敗をやるんではないか、またミスをやるんではないか、こういう声がいっぱいあります。ぜひ今後2月ぐらいから大きな山場が来るかもしれません。それは大阪高裁が高浜原発の再稼働をイエスかノーかの結論を出します。どうも最高裁が沖縄の尾長知事にひどい判決をしたみたいな、そういうのが十分予想されます。その前段に民意、みんなの声は原発反対だという形でこの1000名の大集会ができたんです。その文書はもうすごいお金使って大失敗で終わりましたということなんですけど、核燃料サイクルということは日本政府はやめてないんですよね。まだその夢を見てます。どんどん悪夢になっちゃうんですけれども、本当は文書をやめるんだったら6箇所もやめなきゃなんないし、その全体的なプルトニウムをどんどん作っていくっていうことは絶対やめないといけないです。日本のプルトニウムは今どのぐらいあるか知ってます？50トンあるんですよ。まあ、日本国内海外ってあるんですけれども、これが5000個の核兵器を作れるんです。長崎かける5000回ですよ。